ちゃくちゃ下腹に効いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹を使う腹筋ってめちゃくちゃたくさんあるんですけども、その中でも特におすすめでベスト3に入るクランチツイストを紹介していきます。今回のメニューは腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋、全部使うことができます。ですので腹部を細くしたい人、姿勢を正しくしたい人、食後に出やすいお腹を引っ込めた状態保つことができるおすすめなメニューになってます。たったの5回です。5回、絶対できるでしょ。5回ならレベルに応じて3種目紹介していきます。先に1つポイントを紹介しておきますと、腹筋中はできるだけ息を長く吐いてください。その方がお腹を引っ込める腹横筋を使うことができます。もう一つ、動きはゆっくり動いてください。早く動くと雑になったり、お腹に効かせるはずがただウエストをひねるだけになったり、すごいもったいなくなってしまうんで、この2つは注意して行ってください。スマホ持ったままできますんで、今日も一歩前進しましょう。腹筋のメニューで足を浮かして手をちょんちょんってやるメニューありますよね。これやってる人の多くが、早い、体を起こしすぎて腹筋に効いてない、足が曲がったままなので負荷が軽い、立ってウエストひねってるだけみたいな感じになってもったいないんです。そこで今回は5往復それだけで、とにかく腹筋全部に効かしていきます。寝っ転がってスマホ持ちましょう。初級編は足を少し浮かして、体はあまり起こさなくていいです。肩だけ浮いてればいいです。この状態でスマホ持ってゆっくり真横を向きます。反対も一緒、スマホ見ながらゆっくり体をひねっていきましょう。これを5往復できるだけ息は横で吐き終えたら正面で吸います。また横向いて吐き終えたら正面向きます。これを5往復です。ペースを合わせてやってください。それではいきます。スタート。しっかり真横向きます。2、できれば肩を下つかないように。3、し、ラスト。OK です。今のが初級編。中級編はもう少し体を起こして、足を少し伸ばし気味、体をひねるときに足をちょっと横にずらします。ここからちょっと足を横にずらして、手を少し遠くに持っていきましょう。こういうイメージです。あー、すでにお腹に効いている。頑張って中級編いきましょう。5回です。頑張りましょう。いきます。スタート。手を少し遠く、1、2、ラスト。5、あー、いてラスト、上級編。状態は一緒、足がさっきはちょっと横にずらしたと思うんですけど、クロスします。右にひねるときに右足を遠くに持っていく、左にひねるときに左足を遠くに持っていく、とにかく胴体部分をねじります。ラスト、いきましょう。よし、いきます。
スタート。スマホはできるだけ遠く。スマホ見ながら。ラスト。5。うわー、いてお疲れ様でした。たったの5回といえどめちゃくちゃ効きましたよね。やってみたよって方、レベルを教えてください。そしてやってみた感想も教えてください。グッドボタンも忘れなく。今回もご視聴ありがとうございました。